はい、どうもこんにちは、なっちでございます。今回はね、こちらのオセロニアというね、アプリをね、初めてやってみたいと思います。オセロはですね、僕昔すごいハマってて、祖母に買ってもらったんだよね。5歳ぐらいかな、その時からずっとやってましたね。今思えばね、あの時ね、親は手加減してやってくれたんだなってね。今回なんですけども、なんとあいつともね、戦っていきたいと思うんで、まあそれはちょっと動画の後半でお楽しみに、ぜひ最後まで見てください。始めます。はい、通知ね、許可お願いします。なんだろう、スタミナが回復しましたみたいな感じですかね。あ、これはオセロなんですね。おっと、 BGM 来ました。逆転オセロニア、スタートでいいんですかね。はい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 。なんかもうニッチ以外女の子じゃん。はいはい、こちらが自分の駒ね。この数字は攻撃力。はいはい、この子低いね、43の子。この子なんだ。はい、選んでオセロをすると、で43ダメージが入ります。なるほど。あ、でも見なくなっちゃうんだ、駒は。痛いですね。なんかダメージ結構受けましたね。ゼロになると負けです。スキルで回復しよう。技があるんですね。おっとおっとおっと、なんだなんだなんだ、なんか猿みたいに着きましたけど、左下の動いてるこの駒を選ぼう。はい、黄色いマスに打ってスキルを発動しよう。はい、ヒールタラン回復すると、それぞれキャラクターに技があるって感じですかね。うん、なんか敵は連続ダメージみたいなのやってますね。スキルで攻撃しよう。はい、お前ばっかやな。アイコンでスキルの種類がわかるよ。長押しするとスキルの詳細が見えますと。はいはい。ヌエ。あ、なるほど。300、×300 強いね。じゃあ2枚だったら600ってこと？はい。これで攻撃しよう。はい。ここね、こいつがひっくり返して900だ。めっちゃ強いじゃん。倒したよ。なるほどね。そうだね、じゃあ逆にピンチで敵の色が多ければ多いほど、こっちも変える色が多いからダメージも大きくなるみたいな、そんな感じですかね。ファイナルバトル、あ、まだあったんですね。ボスがいる。狩猟神アタランテ。面白いな。お前の攻撃なんてアタランテみたいなね。はい、すいません。これでダメージ与えます。相手のターン、もう並びましたね。でも HP はこっちが有利ですね。全然、仕掛けた駒とスキル発動する駒で挟もう。ほうほうほう。攻撃力アップ、このキャラも含む盤面の駒一つに、ここに、はい、挟むとなんか発動するんだ。オレンジのマスでコンボスキル発動。なるほどね。なんかおかしいです。何がおかしいんです。いや、もう俺勝ったでしょ。相手96だよ。オーラスキルを使いこなせ。オーラスキル、光ってるのがオーラスキルだよ。このオーラは攻撃力が上がるよ。あ、なるほどね、みんな上がるんだ。オーラを打つと効果が消えるので、駒に残しておこう。あとは任せだ。はい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 。いや、もうこれ何を打っても勝てる気しますけどね。じゃあこいつ置いてみていい？気になってるんで。やっぱこの子を倒した方がいいのかな。強いね、強いね、毒。はい、なるほどね。いやー、まだでも分かんないよ。今敵が弱かったからまだ良かったけどね、これからだよね。バスクリア報酬ありがとうございます。初回挑戦でクリアする、難しいね。なかなか初見プレイでクリアしないとアイテムもらえないんだ。これがガチャですかね。
なんかいいの来い。レアなやつ。もうどれがレアなのかわかんないんだけど、まだ。何色がレアなんだ。金色。これヌエじゃない？さっき見たやつ似てるぞ。A ランクですね。レウオーガ。オーガですか。新しい仲間が加わったよ。今回はデッキに挑んだから後で確認してね。はい。ひっくり返した枚数300。あ、これさっきと一緒ですね。3枚以上ひっくり返せるマスで発動できる通常ダメージの 1.6 倍。なるほどね。はい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 。 A だからまあ悪くはないのかな。ニックネーム、はい、ここで同意するんですね。はい。なんかカメなのかこれ。カメをもらいました。ほうほうほう。あ、夜とか昼とか朝とかあるんだ。すげえ。チュートリアル突破記念、即戦力リリアガチャが引けるようになりました。はい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 。ちょっとそれ回してみたいね。即戦力だよ、即戦力。デッキを強化しましょう。なるほど。これ引けるから今から始めても大丈夫みたいな感じですかね。1日1回限定1個。あ、1個でガチャ引けるんだ。ちょっと2回引いてみよう、じゃあこれ。これとりあえず、リリアガチャっての引いてみよう。即戦力。結構使ったね。何回使うんだろう。何個使うんだろう、1回に。ここはさっきと変わってないよね。なんか音が激しい気もしますけど。お、光ってる。超激レア S だ。即戦力ね、この子ね。魔術の深淵にたどり着くためには日々実験が必要なんだよね。しかも喋るんだ。さっきのね、オーガは喋りませんでしたからね。ターン開始時、盤面に自分のマゴマでいいのこれ、マコマが3枚以上の時に発動できる。毎ターン800。強いな。2ターンぐらい倒しちゃうね、多分序盤なら。はい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 。これも1日1回1個で引けるらしいんで、いいですか ?1 回引いてみて。ブロンズガチャ。あ、これゴールドで引くって感じですね。これ何個使うの結局、ガチャは。まあいや、1回引いてみていいですか。いや、でも今ね、出ちゃったからね、S がね、逆になんか悲しい結果になる気もしますけど。よいしょ。いけ!いけ!引かれ!光れ、もっと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 光って光って。あー、金だ。金だと A なんだよね、きっと。なんだ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 。アルガンチュールか。 S じゃないと声はないのかな。誰かとで、じゃあ、誰かと大丈夫なのこれ。お試しデッキに切り替え。あー、お試しデッキってのもあるんだ。めっちゃ強いじゃん。じゃ、これやってみていい？せっかくなら。ちょっとね、僕のあのデッキ勝てる気しないんでね。誰か取ってね、初心者と当たるならいいんですけど。竜属性みたいな感じかな。神と、悪魔と竜があるんだ。僕、竜がいいかな。ドラゴンパーティーで行ってみようか。このデッキでバトル。誰かとのバトルでは体力消費なしで他のプレイ対戦ができます。勝敗に関係なく星のかけらもらえちゃう。ああ、今回はね。今回はってことだよね。ずっともらえるわけじゃないよね。いやー、ちょっと待ってよ。まだ全然分かってないから、勝てるか分かんないけど、ちょっと頑張りましょう。いや、これさ、お試しデッキが強すぎない？ 1万5000だよ。相手の人だってもう普通じゃん。ねえ。さっきの、あれだよね。一番横にいたあのキャラクターだよね。じゃあ、あ、光ってる。あ、これで上がってるんだね、今。じゃあこの子置いてみようか。じゃあここで。ほら、強すぎるじゃん、これ。なんか、悪いことした気分じゃん。来たーって言ってるし。3日前のすらでも。まあ、じゃあ、大丈夫かな。なるほど。じゃあ、もう一戦してみようかな。クエストの1の1っての行ってみよう。
今回は自分のパーティーで行ってみたいと思います。こっちね、はい、始まりの剣士、このパーティーで行ってみよう。実験材料がいっぱい。はい、ということで、これが敵ですね。魔剣士アンドラスが敵らしいです。どうしようかな。早速この子使ってみようかな。はい、まだスキルとかねよく分かってないんでね、そこが難しいよね。お、なんかユニコーンみたいにつきましたね。43。なるほど、オレンジに光ってとこに置けばコンボだったよね。じゃあ置いてみよう。あ、回復か。あ、でも向こうのキャラも攻撃するからやっぱコンボなんだね。あ、毒だ。これさっきやれるね、強かったですよね。毒スキルは駒が表の間巻いたん毒によるダメージ、ひっくり返すと消えると。はい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 。でもあそこあれだもんね、消せないもんね、あの配置はね。なるほどね、こうスキルだけにこう目がいって角捉えたらね、結局オセロの意味がありませんから。難しいなこれ。オセロもしながらスキルとかも考えていかないといけないんだ。あ、でもここはいっぱい消せますね。誰がいいかな。この人行ってみようか。これは行ったね。おし、ステージクリア。いや難しい、なかなか。はい、ということで、まあ大体ルールとね、こうゲームシステムを理解したところで、ちょっと次はねザビと戦ってみたいと思います。はい、ということで準備が整いました。はい、整いましたね。はい、今回はねザビに来てもらいましたよ。こんにちは。はい、こんにちは。召喚されました。召喚されました。はい、ということでね、ちょっと僕も初めてなんですけども、そうだね、戦っていこうよ。やっていく？やっていこう。いいね。ちょ、さっきね、ちょっと初めやっちゃったんで面白い。ちょ、面白いから。結構面白いね。結構面白いから俺ね、クエスト行っちゃったよ、ちょっと。はい、いいのかな、そのランク3で俺に勝てちゃう？何？ランク3。一緒やん。いや、ランクはね、仮初めだから。そう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 。オセロでしょ。オセロ、オセロ。オセロ、オセロと言ったらもう、オセロのザビとは俺のことや。あ、ほんと？嘘だよ。そんな二つのあったの？ある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 。全然ありますよ。はい、オセロはね、あの、昔から好きでやってますよ。うん、俺も結構好きだった。ほー！で、今回負けた方にはね、罰ゲームがあるということで。ね。そう、負けた方は、ツイッターの名前をね、一週間。やだー、俺もやだー。勝った方が指名した名前にね変わるという。うわー、やだー、すごいリスクだよ。そうだよね、特にナッチはすごいよこれ。確かに12万人が見るわけですから、うん、俺からの屈辱を。やだよ、絶対勝つ。今選んだ。なんでなんでそれさ不安なの。今選ん、一緒。オッケー、よっしゃ。いやでも龍勢濃いな、ちょっと。あ、でもなんか違う。なんか違う。雷があるよ。これのシステムは俺よくわからんな。まだ見れない。体力はね1万ぐらい違うんだよね、すでに。ああ、ほんとだ。与えるダメージがでもなんか、ああ、違うってのは、ね、なるほどね。こっちは火力はその分高いみたいな。そう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 。まあまあ、まずは様子見ですね。うん、なんか双子回復すんな。回復多いな、そっち。多いよ。じゃあ、あ、これ踏むと自分にダメージが来るんだ。なるほど、強そうだよ。あ、ちょっと強そうだぞこの子。うわぁ、どうしよう、ずるいなぁ。じゃあこの雷の数が2個の方が痛いの、多分。
あそこ行けるんだね。なるほどね。うーん、難しいですね。いやこれきついよ、ちょっとね。なんだろう、この決定打がないというか、こっちのチームは。そう、オスロもやんないといけないからね。そう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 、スキルだけじゃなくて決定打がない決定打がないことはないと思うんだけど。今こそあれをお見舞いするし。おっと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 、ほら、いたいた。あ、またあのおっちゃん縦張りやがる縦張りおじさん縦張りおじさんでもないっす。あ、ここしか置けないじゃん、弟が。ふっふっふ、かかったな。まずいな。てかそこにしか置けなかったんだよ、そもそも。かかったな、そこで来ると。いけー、来たね。うわ、やばい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 。抜かされたかな、ちょっとゲージが。あ、いや、ちょ、待て。なんだ、あれ、あれ、これすごそう。うわうわあ、でも、あいつが減らしてるもんな。気持ちいい。あー、すごい来たか。いけー、おら、うわ、やばい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 、よっしー、やばいよ、勝つぞー、絶対勝つ、やばいよ。さあ、オッケー、奥がいい。それで行こう。あー、やばい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 、ちょ、このコンボおかしいでしょ勝てんだって、おっちゃん勝てんだって。まずいね。そう、どうだ、やばいよ。さあ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 、いいよ。で、そしてなんだ、与える、で、回復。やばい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 、非常にやばい。楽しくなってきたぜ。楽しくなってきたねとんでもない名前に変えてやるぜ、俺はこいつの名前をよし、どこに置くべきなんだ、これ。あー、やべえ、ここ行こうか。いや、もうギリギリだからね。うわ、え、そっ、ギリギリだよ。よっしゃ、俺ら勝ち。楽しい。ということでね。ということでね。ということでね。よっしゃ、俺ら勝ちな。はい。普通に要素が楽しいな。ね、普通になんか接戦だよね。そう、最後ちょっとね、もうちょっとだったんだよなあ、ちょっとね、後半俺が追い上げたよね。そう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 、味方の効果を使いつつっていうところ。あのおっちゃん盾がなければ倒せたと思うんだよね。そう、あのおっちゃん強え、マジ。名前どうしような、ザビのアカウントフォローとか怖い宣伝かよ、まさかのいや、もうザビさんも最高で行こうぜか。よし、じゃあ僕は1週間ね1週間こんな最悪な、最高ということで、最悪、ね、最高なのに最悪の名前で。そうだね本心ではないしねはい、残念ながら僕はね負けてしまったので、ツイッターの名前を1週間変更したいと思います。はい、ということで、なんとね、このオセロニアの今 CM が放送されてるみたいです。で、その CM 放送キャンペーンでゴールデンウィーク中お得なキャンペーンがやってるみたいなので、皆さんぜひやってみてはいかがでしょうか。 S プラスのキャラクターが手に入る無料ガチャや星のかけらが手に入るキャンペーンもやってるみたいです。ぜひ皆さんオセロニアを始めるならこのゴールデンウィークをおすすめしたいと思います。概要欄の方にダウンロードリンクがありますので、そちらからダウンロードお願いします。
僕がオセロにハマっていたのが小学生ぐらいの頃で、すごい懐かしい気分になれてすごい楽しかったです。またね、オセロが弱い人でもね、スキルやキャラクターをこう使って逆転する可能性もあるんで、その戦略性も面白いなと思いました。はい、ということで以上、逆転オセロニアでございました。バイバイ。